堀江神社の浮立現場一流浮立は、佐賀県、長崎県、福岡県、筑後地方の一部に伝わる伝統的な民族芸能である。多くは太鼓、鐘を用い、装束やメムを身につけた演武者が楽器の林に合わせて踊る。日本各地で伝承される中世の風流を源流に持つ芸能の一つと考えられ、多義党、乞い。 収穫祭等に踊られ今日まで伝えられる。伝統的には農業に従事する人たちによって行われてきた。踊りの際に奏でられる楽器は、笛、大太鼓、小太鼓、もり足、金、笹らなどがある。曲と踊りは地域によってかなり異なる。曲目は、村を練り歩きながら演じられる道をきたと、神社の境内などで演じられる庭浮き律に大別される。 庭浮き率は、それぞれの演目が表と返しで一体となっている。かつては一つの地域で15から20種類もの曲があったというが、もともと農業中心であった地域経済の変化や、以前は共同で行われていた田植えなどの農作業や、かやぶきやね吹きなどの減少等、また、血の消滅などが原因で、いくつかの曲と前は忘れられ、 現在では復元できなくなったものもある。鬼と呼ばれる前人が鬼の面とシャグマをつける面浮き率の形式が鹿島市七浦地区を中心に佐賀県南部から長崎県諫早地方にかけて分布している。おとせの面浮き率は最も原型に近いとされる。なお、佐賀駅南口の銅像はこの面浮き率のものである。面浮き率の起源として 大内氏の進出に対し劣勢に置かれた、小2市、竜造寺司法において、鍋島平門記憶ら百鬼余りがシャグマをつけて、奇襲し大内司法を退け、面をつけたままその勝利を祝い踊ったのが、始まりだというタデナ縄手の戦いにまつわる伝説も伝わるが、鬼面が出てこなかったり、タデナ縄手と七浦が地理的に離れたりする点は、説明がつかない。武人が、 大きな前立兜のような三日月型の天月をこむる天月前浮き率は現場一流とも呼ばれ旧佐賀郡から宮城郡に分布する。工事2年5月に堀江神社の宮寺山本現場が行った乞い神事が始まりで当時の年齢にちなんで林方は大諸らし20、小諸らし27の計47人としたと伝わる。 また、鍋島直政公伝によれば、藩主、直政の大佐が藩下に契約令が出た折には、株や遊戯が一切禁止されても各村に伝わる、浮き率だけは許されたという。ありがとうございます。